はい、皆さんこんにちは、ケビンです。今回はバックナイフというメーカーの110フォールディングハンター、通称バック110というナイフをご紹介します。このナイフは非常に歴史のあるナイフで、まあ、見た目もこうクラシック、何よりこんなにこうしっかりしてるのにかなり安くて、またこうアメリカでは歴史があるせいなのか、よくこうおじいちゃんが持ってたとか、おじいちゃんが持ってるナイフなんて、言われます。バックナイフというメーカーは100年以上の歴史があるアメリカの老舗ナイフメーカーです。歴史が長いのでさまざまな種類のナイフを作っているんですけども、特徴としてはこのバック110のようなこうクラシックな見た目のものが多いのと、あとはまあ価格的には、安いもので20ドル前後、高いものでも200ドルくらいのナイフをこう製造販売しているようなメーカーになります。ちなみにこのバック110の定価は55ドルです。でバックナイフは比較的こう安めのモデルが多いんですけども、基本的には、メイドイン USA、 ここにも USA って書いてありますよね。基本的に全てメイドイン USA になります。まあ、このナイフはですね、決してこうベストなフォールディングナイフ、ポケットナイフかと言われると、ちょっと違うとは思うんですけども、でも僕ね、もうね、大好きなんですよ、このバック110が。すごく好きです。で、まあ、なんで好きかっていうとですね、この金色の部分、これ真鍮なんですよ、ブラスですね。でこのピンもこの辺も真鍮になってて、こことここだけが真鍮じゃない、普通のジュラルミンのか、まあ、アルミか何かの、ピンだと思うんですけど、このね、基本的にこう中もそうですけど、ほぼ全部真鍮でできてるんですよ。ブレードとここのまあスペーサーみたいなところ以外は基本的にこう真鍮でできてるん で、あとこう木のスケールがこう上から挟んで、でピンで留めてあるんですけど、このね、真鍮がね、もうね、たまらないんですよね。真鍮好きには本当たまらない。まあ、真鍮が大好きなので使い勝手はベストではないかもしれないんですが、かなり気に入っているナイフになります。すごい面白い特徴があって、よく見るとですね、このバックで110の0の次になんかこうマークが書いてありますよね。これ実は年代別の刻印なんですね。この僕が買ったのは2019年のモデルですね。このカタカナのトの反対側にチョンがついたような、このマークは2019年に作られたものということで、年代別でこういうふうに刻印が入っていて、いつの時代に作られたものなのかっていうのがこれを見ると、分かるようになっていて、面白い特徴がありますね。骨董品じゃないですけども、すごく古いものとかっていうのは少しこうプレミアがついて高値で取引されたりとかはしてるみたいですね。はい、このバック110なんですが、重さがですね 207.5、まあ、207から208g ぐらいの、重さになるんですけども、この 207g っていう重さはですね、他のフォールディングナイフと比べて圧倒的に重いです。大きさはバック110よりもちょっと大きい、もう見た目の感じも全然このアダマスの方が大きいと思うんですね。まあ、厚みは同じぐらいかもしれないですけど、やっぱ かなりそのハンドルの大きさとかブレードもちょっと長いですね。特にこのアダマスに関してはもうアウトドアでもこう使えるって言われてるぐらいすごい丈夫な頑丈なナイフなんですよ。なのでやっぱり重厚感があってかなり重たいんですけど、それでもですね、こいつの重さ 181g しかないんですよ。でこの、スパイダルコのパラ3、こいつは真鍮のスケールに変えてるので、それでもかなりやっぱ重たくなっちゃってるんですよ。重たくなってても 175g、まあ、ほとんどこの2つは変わらないですね。かなり、このサイズのナイフにしてはずっしりくるなと思うぐらいのでも 180g なので、こいつの 207g っていうのはやっぱ相当重たいと思います。あんまり比べてもしょうがないんですけど、
モーラのコンパニオンヘビーデューティー、まあ、通常はねやっぱりこのフィックスの方が重たいはずだと思うんですけど、これ見てください、 103g しかないんですよ。もうこれの約半分なので、まあ、いかにこのモーラが軽いっていうこともあるんですけど、あのこのバッグ1点はかなり重たいです。この同じ見た目で一回り小さいモデルがバッグの112っていうのがありますので、もう少し小さくて軽い方がいいっていう方はそちらの方がいいと思います。僕みたいにこう重厚感があってちょっと重たいものの方が好きだなっていう方はワンテンがおすすめです。通常のバッグワンテンの鋼材は 420HC というステンレスの鋼材になります。まあ、値段がそこまで高くないのでめちゃめちゃいい鋼材っていうわけではないと思うんですけど、僕の使ってる感覚からいくとそんなに悪くないですね。こいつ僕ほとんど食材しか切ってないので、刃こぼれとか砥石で研がなきゃいけないほどあんまり欠けたりしてないので、今のところ基本的には全てストロップで済んじゃってます。なのでもう少しその砥石で研いだらどうかっていうのは分かるかもしれないんですけど、調べた感じだと柔らかい鋼材で結構研ぎやすいみたいです。あとこれグラインドがホローグラインドなんですよ。ホローグラインドはこれですね。これホローグラインド、こういう風になってるこうグラインドなので、砥石でこう当てて研ぐときに非常に研ぎやすいので、研ぐのにあまり慣れてない方でも非常に研ぎやすいグラインドになってます。あとこのブレードの形ですね、これはクリップポイントっていう形で、これですね、これクリップポイント、こういう形になってます。クリップポイントの特徴はスライスとか、まあ、切ったりするのに優れてるっていうのと、あと刺すことに優れてるというあれになりますので、いわゆるファイティングナイフ、人を刺したりとかするような目的のナイフっていうのはクリップポイントで作られているナイフが多いようです。ロックシステムはバックロック式というロックシステムになります。ここですね、バックロック、後ろのバックってバックナイフのバックじゃなくて後ろのバックですね、 BACK のバック、この後ろ側にロックがついてるっていうのをバックロック式というんですけども、ここを押して閉めると、開くときはここは使わなくて、このつまみこういうふうに引っ張ってだけなんですけど、今カチッと言いましたよね。このカチッっていうのはここのバックロックのところでロックをしてブレードがこう下に下がってこないようにすると。これ結構硬いんですよ。なのでこう初めて触る方ですとか、あとはこう女性の方などっていうのはもしかしたらちょっと最初手こずるかもしれないですね。開くのはまあそんなに難しくはないんですけど、閉めるときに例えばこう人差し指でやろうとするとかなり握力使うので、これは結構硬いので結構グッと握って親指でグッと押してあげてしまわないとしまえないというようなものですね。こういうクラシックな昔からあるナイフっていうのはポケットクリップがない、ナイフが多いです。なのでこう気軽にこうちょっとポケットに入れて、まあ、重たいっていうのもありますし、気軽にこうポケットに入れてクリップでこうジーパンとかにこう刺したりとかってすることがまああんまりできないと、まあ、日本ではあんまりそもそもこう持ち歩けないんですけど、私アメリカに住んでるので基本的にいつもポケットにこうナイフが入ってます。でポケットクリップ、ここにこうジーパンとかのポケットに入れて、クリップをこういうふうにつけて刺してるんですけど、そういう意味ではこいつはあんまりこう気軽に持ち歩くっていうような感じではないですね。これが標準で、ついてくるシースになりまして、革でできた、シースになります。このシースも全然悪くないんですよ。すごいこうビシッとしてて、これはこれで悪くないですけど、ちょっとですねベルトに通すとここがそのベルトの上じゃないですか。なのでここ結構上出ちゃうんですよね。これが、まあ、ちょっと気に入らないというかちょっと気になったので、こうシースをですねいくつか買って試しました。
本日もご視聴誠にありがとうございました。賛否両論あるナイフだと思いますので、ぜひこのナイフに関して、何か僕はこう思うっていうようなご意見がございましたら、ぜひコメント欄で、お知らせいただけたらありがたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon! Bye bye!